じで、ね、ね、ね、バースト気味になりますね。こうハンマーが手で戻せるってのはおかしいですよね。うん、ここをもうちょっとうまいこと調整できるとね、いいのかもしれないな。うん、ほら、あれだけバーストしてた5体が、まあ、額引きするとね、中途半端にトリガー引いた状態だと良くないんですけど、しっかりトリガーを動かせば、もう、ね。で、また攻めようと。中途半端にまあ、トリガー引くと良くないんですけど、ここまで、うん、確実に操作するようになりますよ。うん、これ。はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、最近ね、このマルシンの、まあ、マウザー M712 にずっと時間取られてたんですけど、ね、やっとね、セミオートの調子よくなったんで、うん、軽く調整したんですけどね、そんなに難しい調整じゃないんですけど、うん、結構調子よくなりましたよ。例えば、うん、これね、今までコッキングしてた時にハンマーがもうそのまま倒れてババババってなってたんですよ、これね。うん、それがなくなりましたね、ほら。で、今セミオートなんですけど、もう、うん、かなり、まあたまにバーストはするんですけど、うん、でも良くなりましたよ。でね、原因ね、なんとなく分かってたんだけど、このハンマーね、押すと戻ってたんですよ、今までのハンマーのかかりが悪くて。でね、このトリガー握った時なんかもうこれ結構強く押しても絶対にもうハンマーが勝手にリリースされるようなことはなくなったんですけど、こういう状態を作れば、うん、セミオートの不調はね、ある程度なくなるんじゃないかなという感じです。うん、ほら、でまあフロート打ってセミオート、うん、バーストをする機会も減りましたよ。うん、こんな感じでね、意外と結構簡単にっていうか、うん、まあ簡単でもないか、ある程度分解しなきゃいけないんで簡単ではないんだけど、うん、こんな感じの、うん、調子を手に入れることがまあできたなっていうところですね。なんでね、どこを調整したかをちょっとね、お伝えしようかなと。セミオートどうしてもちゃんと動かしたいんだよっていう人がまあ いると思うんでね。ただこれ8mmBB の、まあ、ものなんで、例えば昨今のヘビーウェイトモデルとか6mmBB 弾のとはちょっと違うかもしれない。でも機関部ほとんど変わんないと思うからね。なんでね、ちょっと解説していこうと思います。はい、じゃあね、まず調子を取り戻すために分解するんで、まあハンマーを起こしてね、うん、この状態にセーフティーかけた状態にして、まあ分解よと。分解組み立てについての細かい解説は別の動画で、うん、上げてあるんでね、それを見てもらえばいいんじゃないかなとは思います。とりあえずこの状態にします。で、僕どっからやるかな。まあ いろんな順番があるけど、まずホップアップの芋ネジを僕は外しちゃいます。これね、外すの忘れて無理やり上のカバー取っちゃうと破損の原因になっちゃうんでね、とりあえずここね、ビスよっと抜いていきますね。取れます。そうするとここの部品が取れるんで、よっとね、こいつ取れます。で、バレルを外します。この先端のね、こいつがインナーバレルにねじって止まってる感じなんで、まあこの状態、ここね、つけっぱなしで作業すると壊しちゃうんで気をつけてください。で、ここら辺両側ちょっと広げながらパコッと軽く浮くんで、うん、ちょっとこう広げながら、これね、ヘビーウェイト樹脂はきついかもしれないけど、あったかい時期にあるとこう
前方に抜けますんでね、こんな感じ前方に抜けます。うん、まあセーフティーも打っちゃったんであれですけどね。んで、あとどうするかな。この変なニョキッとしたのはハンマーを起こした状態で抜けるんですけど、なかなか、まあ、抜けないんで、ちょっと抜ける位置を探ってここのスプリング取っちゃってもいいかもしれないですね。こうスプリングのテンションかかってると抜けにくいですからね。こいつ抜いてやって、でこいつも抜いてやると意外と作業はしやすいかもしれないですね。まあスプリングついててもバラせるんですけど、はい、どっか飛んでいました。まあまあ、うん、こんな風にフリーな状態にしてハンマー起こすと、ほらもうポロッと降りてきますんでね。でここまでバラしたら、これボルト抜いちゃって、まあ抜かなくても作業できるんだけど、まあここまで丸裸にします。であとはこれね、これはこう知恵の輪みたいな感じでこう外せるんで、こうこの状態までここまで分解して調整していきます。はい、でね、僕がやった調整は何かっていうと、どうしよう、じゃあこれまたはめますけど、これはめてね、で正しい位置にここにこうつけるんです。でハンマーが起きた時にカチッと、わかります？ここカチッとね、こうしっかりかかるんですけど、なんて言うんだろう、このパーツがね、こう下に落ちる、わかります？下に落ちるんですよ。ハンマーがロックするとき、こう下に落ちる。こいつを上に上げるとハンマーがリリースされると。ここのね、わずかにしか落ちないんですけど、このわずかな落ちる量をちょっと上げてやったっていう調整なんですね、僕のした調整っていうのが。うん、ここのスプリング、ここのスプリングをちょっと曲げて、こいつを押し下げる力を上げれば、ちょっとは調子良くなりますよっていう説明をしたと思うんですけど、それと要は考え方は一緒で、ハンマーを押さえる部分、こいつがね、ハンマーを押さえる部分のかかりを良くしてやったと。だからこっちで押してもハンマー戻りませんと、ね、いうところ、ここの部分ですね、を調節したんですよ。なんでね、全然難しくない。ここまで分解できれば、僕が何をやったかっていうと、ちょっと待ってくださいね。まず、この部品のここをちょっと削って、要は、これが下に下がるようにしました。で、あと、削った部分が、こうハンマーを起こした状態で、ここ、両側ね、ここ、要はここを削ると何が起こるのっていうと、要はここと当たってるんで、こう動くわけじゃないですか。ここと当たってるんで、ここを削って、あとここもここも削ってやれば、より多く下がるようになるわけですよ。より多く下がるようになるとどうなるかっていうと、ここ、いいです。ここ、ハンマーの切れ目がこう、後ろに下がるんですけど、ここ。このハンマーの溝にここがかかるんですけど、このかかる量がより確実になりますよと、そういう調整をしました。うん、ただこれだけです。多分ね、丁寧に慎重にやるんであれば10分ぐらいヤスリでカリカリ慎重に削ってやって、こことね、ここです。うん、ってやればかなり、うん、ただこれだけです。まあバネもね、若干はこうやっぱり下にこう力が加わるようにはするんだけど、うん、バネはそのうちへたってくるんであれですけど、僕がやった調整は本当にここを下の方向に削るのと、ここでもここね、ちょっと削らなくてもいいかもしれない。パーツの強度が落ちちゃうんで、こっちだけで調整するっていうのもありかなと思いました。うん、
ただこれだけです。ちょっとねもったいぶってあれですけど、うん、あの本当は部品とか削らないでねやりたかったんだけど、うん、そういうわけにもいかないみたいだったからね、うん、ちょっと削りました。とまあこんな感じですね。もう一回組み直してじゃあ、うん、あの動作でも見てみましょうかね。まあ半分にした状態でねハンマーの動きを眺めていきますか。ハンマーを上げると、うん、まあハンマースプリングが縮んでね、でカチッとあのハンマーがコッキングされるわけですよね、うん、でね何が起こってるかっていうと、この部品、この細長い部品の根元、ここがまずハンマーをロックっていうかカチッとロックしてます。でもう一箇所、あのこの部品も下に下がろうと、この板バネのおかげでね下に下がろうとしてるんで、この部品も下に下がってここでねハンマーをロックしてます。でトリガーを引くとこの部品を上に押し上げてハンマー解放するんですよ。でこのじゃあこいつは何なのっていうと、まずボルトが前進しきった時にカチッと1段階ここをまず解放しちゃうとね。ボルトが前進しきった時にハンマーの根元をまず解放しちゃうと、その状態でなおかつこの部品を上に上げるとハンマーが解放されますと、こういう仕組みですね、うん、なんであのボルトが前進しきってるのとなおかつトリガーが押された時にハンマーが落ちると、うん、そういう構造になってます、うん、はい。そしたらねこれ組み上がった状態です。あのね調子悪い個体だとこれ引いてボルト戻した時点でハンマー落ちちゃう個体あるはずなんですよ、うん、まずここねチェックポイント、ここがちゃんと機能するかってところと、あまあハンマー起きた時にこう押してね軽く押して戻る個体があるんですよ、うん、それはあのもう間違いなくセミオートは調子悪いんじゃないかなと思います。うん、まあフロートでも一緒なんですけどね、こうコッキングしてハンマーが勝手に落ちちゃうのはもう暴発状態なんで、ただトリガー握ってる時にハンマーが落ちるのはいいですよ。でこれもちゃんとこいつここに当たった時にハンマー落ちるんですよね。ここまでハンマーがついてくる個体は暴発状態ですからね、あのうん、まあフルオートだから暴発状態でいいだろうっていう考えもあるんですけど、こいつを押した時点でハンマーがリリースされると、こういうあのまあ動きをしてないと調子は悪いっていうことになりますね、うん、でこれガス入ってます。まあマガジン入れる、ボルト引く、戻すね。あの調子悪かった時この時点でハンマー落ちちゃって、でそっからもうボボボボって暴発しちゃってたんですよね。これです。まあフルオートでもいいですよ。まあマガジン入れる、ボルト引く、これですね。トリガー握られてないからフルオート視野が仮にハンマーを解放したとしてもトリガーの視野がかかってるんで、まあハンマー落ちないわけですけど、要はこの動きがちゃんとできないと、うん、この動きがちゃんとできない個体はもう、うん、具合が悪いなっていうところ。まあルシンさんもね、あのハンマーのかかる部分ちょっとねうまいこともうちょっとかかりやすく作ってくれるとよかったんですけどね、うん、っていうところ。じゃあ実際にじゃあ空打ちしてみるとどうなるかっていうとね、ほらあれだけバーストしてた個体が、まあ額引きするとね中途半端にトリガー引いた状態だと良くないんですけど、あのしっかりトリガーを動かせばもうね、でまたセミオート、中途半端にまあトリガー引くと良くないんですけど、ここまでうん、あの確実に動作するようになりますよ。うん、これもう相当嬉しいですねあのジャンク価格で、まあマガジンはジャンク状態で本体もジャンクだっていう中でね、
ここまで動いてくれると僕はとても、嬉しいかなっていうところです。ほら、この間買ったモデルガンのね、こんなストックなんかつけちゃってね、こうですよ、こう、この状態でね。いや、じゃあセミオートはまあちゃんとね動くと。じゃあフロートに入れてシュネルフォイヤーだと、まあ今ちょっとガスなくなっちゃいましたけどね、こんな感じでね、あのガス風呂もね、ちょっと手入れしてやるとちゃんと動くようになってくるんで、これは嬉しいですね。ここまで調子よく動くとさすがに嬉しいですよ。あのモデルガンもね、なかなか調子悪かったじゃないですか。まあ、あ、そっか、こっちね、このモデルガンまだ試してないんだよね。まあ、そのうち発火させてね、動画上げるんであれですけど、モデルガンもね、調子が良くなったらいいなとは思うし、ガス風呂ね、あのセミオートが調子悪い個体のコツ、あんな感じなんでね、あのもしどうしてもねセミオートちゃんと動かしたいっていうんであれば、あの分解組み立てメンテナンスの動画と合わせてね、あのこれ見てもらえれば、まあさすがにね分解苦手だっていう方にはちょっと無理なのかもしんないけど、まあとりあえずこのレベルでちゃんと使える子にはなります。ただあのこれ BB 弾打ってね、あの初速がどうとか、あの命中精度がどうとか、そういうのはまだわからないんですよ。あのだってまだ 8mm BB 弾準備してなくて、実験もしてないんでね、試し撃ちもしてないんで、ただ空打ちできっちり、このハンマーね、これで戻ってましたからね、このハンマーきっちりかかるように調整してやれば意外といけますよというところです。でトリガーが握られた状態でこいつを叩くとハンマーが落ちるっていう仕組みです。だからトリガーが握られてボルトがこいつを叩けばハンマー落ちると。まあ確認するところって言ったらそういうところかな。今回はね、あのちょこっと調整するだけでね、無事に調子よく動くようになったっていうのでね、とてもいいっていうか、困ってる人の参考にはなったんじゃないかなっていうところでね、あの終わりにしようと思います。マルシンのガス風呂モーゼルね、いいっすよね、やっぱりね、持った感じとかね、なんであの、参考になったよって人はね、グッド評価を軽く押しといてください。チャンネル登録なんかも軽く押しといてください。ということで、あのおしまいにします。最後まで見ていただいて、ありがとうございました。ということでおしまいです。バイバイ、またね、バイバイ、またね、バイバイ。